当時の高校の担任の先生からの勧めでした。そして、まあ、学校案内を見させていただいて、大原は専門的な知識を武器にできる学校だなというふうに思いまして、それで入学を決意しました。学んだことは2つあります。1つは、精神力です。専門学校は大学と違って短い時間で、卒業します。なのでかなりの勉強量がありました。精神力はかなり鍛えられました。2つ目は、専門知識です。特に、ビジネスの基本であったり FP であったり簿記、この、3つはかなり勉強させていただきました。今一番役に立っているのは、会計知識です。やっぱり経営には会計知識が不可欠ですので、すごく役立っております。起業の動機は、学生2年生の時ですね。経営者の方との出会いが、きっかけで、その方からいろいろ話を聞かせていただき、私もちょっと企業に興味を持ちました。実際、起業して、経営し始めてからというもの、いろんな方との出会いであったり、名誉の方からの、お叱りであったり、ご意見をいただきながら、日々過ごしております。なかなか、いい言葉だけではないですが、それ以上のやりがいも感じながら、新しい方との出会いもありながらで、過ごしておりますので、ご縁を大切にこれからも発展していきたいと思っております。目標達成のためには準備8割といいます。私の中での準備期間は大原でした。資格の取得、コミュニケーション力、忍耐力、期待させていただきました。皆様も、目標に向かって、様々な準備をしていただいて、活躍していただけたらと思います。